長谷川助弘は、特定非営利活動法人日本国際、平和構築協会理事長、国際関係外発論博士。日本人として二人目の、国連事務総長特別代表、元法政大学法学部教授。法政大学教授、国際連合大学客員教授を務めた後、現在は、ジョゼラモスホルタ東ティモール民主共和国元大統領。 総理大臣特別顧問、日本国際連合協会理事、地球検証アジア太平洋日本委員会理事、国連システム学術評議会東、アジア連絡事務所長、特定非営利活動法人日本国際、平和構築協会理事長。1966年ミシガン、大学政治学部卒業、1968年、国際キリスト教大学大学院修士課程修了。 1974年ワシントン大学で博士号取得。2005年、シャナナ・グスマン東ティモール大統領と1969年以来37年間、国連開発計画、国連ボランティア計画、国連平和維持活動で幹部として従事した。ネパールでは1978年から1980年まで、インドネシアでは1980年から1984年まで、 いずれも UNDP 常駐副代表として国連に携わった。1984年より1996年までサモア、クック、ニウエ、トケラウ等南太平洋地域における国連常駐調整関係、UNDP 常駐代表として任務を遂行した。1986年にアンブ・ジュネーブ本部事務局次長に就任。 1993年には、カンボジア総選挙における立案と行政を担うための、案部選挙監視団統括責任者としての要職を担い。1994年4月には、第二次国連ソマリア活動政策企画担当部長。1995年1月には、ルワンダ国連常駐人道調整官として従事。1996年に、 UNDP ニューヨーク本部においてアジア太平洋地域局次長として任務を遂行した。また、1999年には UNDP 中日代表、2002年4月には緊急危機復興に関する UNDP 総裁顧問を歴任した。2002年7月からは東ティモール民主共和国での国連開発担当調整官として従事し、 2002年7月から2004年5月20日まで国連事務総長特別副代表及び国連東ティモール支援団副代表を務めた。そして2004年5月に国連事務総長特別代表に任命され同時に UNMISET 代表となる。その後2005年5月に設置された国連東ティモール事務所代表として2006年9月まで 国連事務総長特別代表を務める。国連退任後は、東ティモール民主共和国親善大使、東ティモール大統領の民主主義、ガバナンスに関する特別顧問、アジア民主主義パートナーシップ、バングラ大統領選挙監視団長、東ティモール民主共和国総理大臣特別顧問を、歴任した。加えて、法政大学法学部教授、国際連合大学客員教授のほか。 国連システム学術評議会理事、同執行委員会委員、日本国際連合学会理事も務めた。現在は、日本国際連合協会理事、地球検証アジア太平洋日本委員会理事、国連システム学術評議会東、アジア連絡事務所長、特定非営利活動法人日本国際、平和構築協会理事長を務めている。国連の平和活動の主要な分野である、 平和維持活動と平和構築活動、国際機構論。特に国際連合そして安全保障理事会の役割と権限行使、国連開発機関の運営。平和構築での指導者の役割、移行期の正義と司法制度、紛争国での正義と和解の実現、紛争の根本原因、発展途上国の民主化の課題、紛争再発のリスク度合い。ABC。 メッセージフロムザプレジデント特定非営利活動法人日本国際平和構築協会2017年3月3日へ覧 AB2006 年4月から2013年3月までは法政大学法学部専任教授2013年4月から2016年3月までは同大学客員教授 ABCD 担当教員紹介長谷川助宏 厚生大学大学院、政治学研究科国際政治学専攻。2012年12月30日閲覧。AB 国連大学客員教授の任期は、2007年4月から2016年3月まで。AB、プライムミニスターアポインツプロフェッサー・スケヒロ・ハセガワーズ、ヒズ・スペシャル・アドバイザー。ガバメント・オブ・ティモール,ル・レク、2013年4月20日、閲覧。 プロフェッサー、長谷川コンティニューズアズ、パーソナルアドバイザーツーフォーマープレジデント、ジョゼラモス・オルタ。グローバル・ピース・ビルディング・アカデミー、2015年4月8日、閲覧。AB、公益財団法人日本国際連合協会役員。公益財団法人日本国際連合協会。2015年4月8日、閲覧。AB、 We are pleased to announce the opening of our new 東京リエゾンオフィスレッドバイプロフェッサースケヒロ・ハセガワアカデミックカウンシリオンザ・ユナイテッド・ネーションズ・システム2016年5月15日閲覧プレスリリース例後例語例 J 東ティモール国連事務所代表に日本の長谷川スケヒロ氏国連広報センター2015年4月9日閲覧プレスリリース例語 レイゴレイ J、東ティモール国連事務所代表に、日本の長谷川助博氏。国連広報センター。2012年12月30日閲覧。ニューボードメンバーズ。アカデミックカウンシル ON ザ・ユナイテッド・ネーションズ。システムクォータリーニュースレター2012。 三 http コロンスラッシュスラッシュ a c u n s o r g スラッシュ w p c o n t e n t スラッシュ uploads スラッシュ2012スラッシュ05スラッシュ a c u n s newsletter.2.2012.pdf エイクンズリジの人気は2013年から2015年までボードオブディレクターズ グローバルピースビルディングアカデミー2015年4月8日閲覧エイクンズ執行委員会委員の任期は2014年から2015年まで役員一覧日本国際連合学会2015年4月9日閲覧日本国際連合学会理事の任期は2013年10月から2016年9月まで エイクンズ東アジア連絡事務所長の任期は2015年から始まり、現在に至る。UN Peace Mission Leadership, Achieving Unity of Efforts, Primal Deal Leadership, Peace Building and National Ownership in Timor-Lec, Post, Conflict Leadership, Key to Building Sustainable Peace and Development, などに見られる通り、近年の研究関心は、 とりわけ平和構築における指導者の役割、あり方に集中している。ありがとうございます。